かって江坂、江坂クロス、オレンガのクリスティアーノ、3点目が決まりました。柏ちょっとゴール前で倒れています。オルンガが相手を引きつけたところで後ろから来ました。ちょっとこう山口のディフェンスも、ね、マーク離してしまったかなというところあるんですけれども、はい、ただクロスの質も高かったですね、左足ですからね、はい、やはりクロスに対してしっかり人をかけて入ってくるというのは徹底できてますよね、はい、柏の方は。オルンガはおそらく飛び込んだ時の接触で足首をちょっと痛めたんでしょうけど、もう立ち上がっています。